オーストラリア和牛協会は、オーストラリア産の和牛育成を促進し、発展させることを目的とした、畜産団体である。オーストラリア和牛育種協会有限会社が運営を行っている。オーストラリア国内の和牛育成を統括する団体であり、国内の和牛協議会開催も行っている。オーストラリア産和牛を使用した、ステーキサンドウィッチオーストラリアに、 初めて品種としての和牛が持ち込まれたのは1990年である。翌年の1991年に和牛の生液と受精卵が持ち込まれたことにより、オーストラリア国内で和牛の生産が可能となった。その後しばらくは育成に費用がかかる長期プロジェクトとして育成が進められていたが、1995年に北海道の畜産業者であった。 武田昭吾がアメリカ合衆国、そしてオーストラリアやニュージーランドへとこうし、受精卵、生液を輸出したことにより大きく状況が変化した。1995年、オーストラリアには37頭のメウシと5頭のお牛が輸入された。さらにその後の数年間には、アメリカ合衆国で何千頭もの和牛の受精卵が作成され、オーストラリアに運び込まれて、 育成試験が行われた。2006年には、アンガス種等との一種交配種でない和牛の生産に成功している。2012年時点において、オーストラリア国内で生産されている和牛は5000頭以上で、あり、アワは、その登録管理を行っている。この他にも、国内の和牛生産業者を集めた年次報告や、国内ブランド牛品評会なども開催している。ありがとうございます。